はい、どうも、アキトです。ナンジンです。はい、今回も、ファイナルファンタジー15やっていきたいと思います。はーい。前回はこの墓所の前で終わったんですよね。将軍。ようやく来たな、王子。で、俺は何すればいいった？亡き王の魂に触れることで、力が新王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって、じゃあなんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。俺はだまされたじゃねえか。あの日は王としてではなく、父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、新王になら、この国を、民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。なんかすごいですな。これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう、うん、お前たちの実力も確認しておきたい。歩いてる。王家の力って全部でどんくらいあるんだ。墓所に祀られた武器は13あると聞く、うん、だが場所が分かっているものは少ない。所在不明のものについては今ハンターの力を借りて探している。この人不将軍やけど、じゃあこれから行くのは、まともに歩かれへんで大丈夫か。キカトリーク残壕跡、確かに壕の奥に。この人不死将軍なのに歩くことさえままならないって言われんで大丈夫やろか。あ、諦めた。そういうわけではない。ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。なるほど。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。いや、敵だらけだよ。通れんの。突き進むか回り込むか、多くの手を考えろ。遅い。倒れんのなんだよ。お前待って。いや、じゃあねえ。せっ、はやっ、はやっ、よっ、調子いいじゃねえか。まあな。ほら、よっ、見直したぜ、ホット。ああ、強そうな気持ち。無事か、プロンプト。あ、どうも、大丈夫です。